お前俺死んだって噂流したろ。三能会、加藤に代替わりして大きくなりましたよ。うるせえんだよこの野郎。俺に何の関係があるんだバカ野郎。今や三能会はヤクザの世界だけじゃなくて政治の世界まで手出してるって噂ですよ。そちらさんのしのぎにだって影響してくんじゃないですか。どうやら大友ってヤクザが生きてるらしいんですよ。誰がまたヤクザやるっつったんだよ。石原さんは忘れるわけないですよね。元大友組の幹部ですから。裏切り者って言ってんのか。チンピラ一人やれねえってのはどういうわけだこの野郎。殺しましょうよ。加藤と石原ほっとくんですか。俺は三能会とやる気ねえぞ。俺と一緒に大阪行って花火師の会長から杯もらってくんねえか。花火師と三能会喧嘩させる機会。戦争にでもなったら誰が責任取るんじゃボケ。なんもする前から花火師の後ろにこそこそ隠れようとしくさりやがって。こら、なめとくかこら。なんだこの野郎。ヤクザにも守んなきゃいけない道理があんだよ。てめえらガタガタうるせえんだよバカ野郎。お前の方じゃボケ。やってみろっつってんだろこの野郎。撃ってみろこら。加藤と裏切った石原にきっちりけじめつけてくださいよ。一度人を裏切ったやつは何回でも裏切りやる。誰が三の会これだけでかくしたと思ってんだ。焼きやろうか。やったやられたお互い様でしょ。ヤクザなんだから。アウトレイジビヨンド、全員悪に完結。